相手がマットに倒れたら打撃やキャッチで追い打ちをかけることができるぞ。まず四角ボタンで打撃を加えてみろ。今度はキャッチしてサブミッションだ。×ボタンを押せ。サブミッションホールドを使えば相手をギブアップさせることもできる。特定の箇所を集中して攻撃するとその箇所のゲージが減っていく。ゲージがなくなりゃ相手はギブアップさ。